ジオメトリーダッシュ in スーパーマリオメーカー2。ジオメトリーダッシュってなんだろうね。ジャストジャンプって書いてある。ジャストジャンプ。チョロップが教えてくれてるのかな。いや、こういう細かいところもいいね。早速入ってきましょう。さあ、どんなコースか。おっと、動けない。なるほど。あ、ジャンプボタンだけってことこれ。ジャンプボタンだけで、うまいことを、これをクリアしなさいねーと、こういうことか。さっきの扉なんだろうね。ジャンプ。あー！さあ、もう一度。よいしょと。いや、これ楽しいな。これ楽しいね。さっきのちなみに扉は、これ、なんだろうこれ。入ったらどうなるんだろう。あ、なにこれ、ボーナス。え、なにこれ。まさかのボーナスゲームが始まったんだけど、どういうこと？はいはいはい。え？なにこれ？パウ。パウ。はいはい。え、うまいこと言ってるっぽいよ。うまいこと言ってるっぽいよ。え、どうすんのこれ。はい、行けた。あ、違うか。違うな。あー、待って、戻れないじゃん、これ。あ、あ、これ、積んだ。積んだ、もしかして。積んでるー。こうか。よしよしよし。で、こうして、こうして。で、こうか。で、こう。あ、いけたんじゃないこれ、どう？あ、やった、いけた！やったぞ！諦めかけたけど案外いけたぞ！で、これで、へい、鍵ゲットして、右側に行くと、よかったー。いけたわ、ほぼ諦めてたのに。よかったー。なにこれ？あ、これボーナスルート、ボーナスルート、ボーナスルートだね。ボーナスルート、ありがとう。おー。あ、50コイン欲しい。50コイン欲しい！くそー。どうすんのこれ、どうすんの、うおー、ちょ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 、はぁ、あ、すごい、戻ってきた。お、すごい。それはすごいな。あ、でも50コイン向けてきて、死ぬ。で、戻ってきて、で、ここに戻ってくるのもおしゃれだよね。50コインもゲットしてから、ギリギリ飛ぶ。オッケー、やめたい。ぴょいーん飛ぶ。大丈夫これ、いける、いけた。ぴょいーん飛ぶ。ぴょいーん飛ぶ。いけた。ぴょいーんと飛ぶ。違うじゃん。ぴょいーんと飛んで、ぴょいーんと飛んで、ここは飛ばない。よし。でもて、ぴょん。からの、ぴょん。からの、ぴょん。よし。うまい！からの、ここも飛ばない。からの、飛ばない。からの、ぴょいーんと飛ぶ。オッケー！うわー、ま、ぴょー、むず！いけた！どうすんのこれ！うおー、いけた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 ？いけてるよね？よかったー！ゴール？あ、中間ありがとう、中間ありがとう。なにこれ？なにこれ？うおー、うわ、やー！中間ゲットして、ぴょーんと上に行って、こういうこと？で、こうか。まあ、よくできてるなー。ただ上に行かずに、ギリギリでぴょいーんと、こういうこと？あ、いけたじゃん、ほら。よし。コインはゲットしたい。このコイン欲しいな。このコイン欲しい。オッケー！そして、危な。ジャンプして危ない。ジャンプして、ジャンプするよ！ここはギリギリ飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、来た！どうすんのこれ、どうすんの、ぴょいーん、来た！来た来た来た！ぴょいーん、来た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 ！うまい！次どうすんの、どうすんの、下に降りる。よかったー！いや、このコースは面白い、ぴょいーん。さあ、戻ってきたけど、どうすんのこれ、どうすんの、こういうこと？何これ、何これ、どうすんの、こういうこと、こういうこと、合ってる合ってる、こういうこと、あ、すごいすごい、わ、めちゃめちゃよくできてるなこれ。いや、すごい、いや、このコースは面白いな。あ、うまいこと、初見で割といけてるぞ、初見で割といけてる。上上上上、あそこ50コインがあるけど、あ、上から行くのか、あー、でも行けた、よしよしよし、50コイン取れなかったけど、この次だったよね確か、この次に上の方に行け、ここに、ここに行ったらコインが取れる、よしよしよし、ヘイ、この次に、そうそう、矢印を無視してこちらに行けば、50ピンがゲットできて、これで上に行くよ。OK！ この後にミスったんだよね、さっき。むず、待って待って、むずい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 、さあ、こっからこっから、下にどんどん降りていって降りていって、からの今度は一気に上がる、来た、よしよし、で、次は次は次はどうすんのどうすんのどうすんの次、どうすんのここどうすんの次、ここ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 、来た来た来た、むずい、かもう無理だ、こんなの。降りてゆく、いいよ、慣れてきた。ちょっと上の方。今度ちょっと下の方。上。下。真ん中、真ん中。来た！やった！ええー！真ん中、真ん中。来たー！やった！ええー！最後の方の攻略方法が分かったかもしれないぞ。むしろさ、頭を一回ぶつければいいんじゃないの、もしかして。コインゲット。頭をぶつけてやれば、勢いが、創生されて、それでいけるんじゃないかな、もしかして。ちょっとやってみたいな。次が、ジャンプジャンプの、下でこらえて、真ん中行く。行く、オッケー。からの、上行っ
って、下行って、また上に行く。コインちゃんゲットして、1、2、よし。からの、下に降りながら進んでいって、ここで一気に大ジャンプ。次が頭をぶつけて、よいしょ。さあ、いいぞ。ちょっと下の方によ、下の方に行って、で、こうだ！あ、いけた！待てよ。待てよ。え、やったー！いけたよ！よかった！はぁ、まだ終わりじゃない！はぁ、何それ！はぁ、ちょっとちょっと終わりにでしょ！中間もないのに！中間もないのに！いやー、そしてこのゾーンがあるの鬼畜すぎらんか。この鬼畜ず、これ鬼畜すぎるでしょ。うわーあーあああいや、勘弁してもう勘弁してあったいや、勘弁してあやったやったーいけたーよかったゴールかなよかったうわ、きっつきっついけど面白かった。なんとかいけましたね。この顔みたいななんだよかった、いけてはい、ということで、まさかの A ボタンしか使えない、ジャンプボタンしか押さなくていいんだけれども、だけでも普通のコースよりもめちゃめちゃ難しいコース。皆さんもよければ遊んでみてください。ジオメトリーダッシュインスーパーマリオメーカー2。何か見えないものを投げるガボンさん。見えないものを投げるガボンさん。でもガボンって言ったらさ、鉄球か、あ、イチャップがある。イチャップがあって美味しい。ガボンって言ったらさ、鉄球か、雪玉か、どっちかしか投げないはずなんだよね。それが見えないものを投げるってどういうことだろうね。早速入っていきましょう。ガボンさんがいる。はいはい。雪玉じゃないね。雪玉じゃない。確かに何かを投げてるぞいやこれめちゃめちゃシンプルな仕掛けで好きだな。これたった3マスしか使ってないのにちゃんとこのネタのタイトルに合ってるんだよねいやこれ好き、これ面白いなんかのエフェクトでなんかつけてあげようかな。このビーって言ってつけてあげたらガモさんも喜ぶかもしれない。エフェクトでいくらでもね、編集できますからね、今の時代。オッケー、じゃあこれで、最後にあと一回見てから、これでゴールと。いや、そして役目を終えたガモさんは透明になって消えていく。かわいそうに。いや、いい。こういうネタ心のあるコースも好きですね。皆さんもよければ、何か見えないものを投げるガボンさん、遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.